sexta! でも3時50分からまたやります、このメンバーに加えてですね、3時午後の部はですね、市立船橋高校吹奏楽部が、120名以上のですね、メンバーを引き連れて、よさこいの演舞を、しますんで、そちらもかなり見応えがありますんで、どうぞね、また来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。